メアリー・フェアチャイルド・ローはアメリカ合衆国の画家である。アメリカの印象派の画家が多く集まったフランスのジベルニーで活動した画家の一人である。メアリー・フェアチャイルド・ロー作、娘のポートレート、コネチカット州のニューヘイブンで生まれた。父親は陸軍の通信部隊に勤めていたので、しばしば家族と転居をし、1861年からニューオリンズ。 1865年からセントルイスに住んだ少女時代に画家になろうという野心はなく高校を卒業した後教師になり5年間教えた母親がミニアチュール画家でメアリーの美術的才能に気づいて美術の訓練を受けることになった24歳になった1882年からセントルイスワシントン大学の美術学校の夜間コースに通い始め翌年 フルタイムの学生になった。美術学校の校長のハルゼー・アイブスも才能を認め、急速な進歩を見せた。アイブスの支援で1885年に3年間のパリ留学の奨学金を得ることができた。パリでは、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで、トニロ・ロベール・フルーリーに学び、カロリス・デュランのスタジオでも学んだ。1886年にサロンド・パリに、 友人の肖像画を出展し、1890年まで毎年サロンに出展した。1895年から国民美術協会展に出展し、1889年のパリ・万国博覧会の展覧会に出展し、銅メダルを受賞した。アメリカの展覧会にも作品を送り、1893年のシカゴ、万国博覧会の女性館の壁画も描いた。 1887年にパリでアメリカ人彫刻家のフレデリック・ウィリアム・マクマニーズと知り合い、二人で共同生活をした後、1988年に結婚した。この結婚中はメアリー・マクマニーズと名乗り、作品にもそう署名した。1890年にクロード・モネの屋敷があり、アメリカの芸術家が多く集まっていたジベルニーに夫婦で初めて訪れ、 1893年にもジベルニーで活動し、1895年に住居を構えた。1897年に娘が生まれ、1899年に息子が生まれたが、息子は2歳で亡くなり、夫は仕事でアメリカで過ごすことが多くなり、夫の女性関係などが原因で、夫妻は1909年に離婚した。メアリーは1910年に、 数ヶ月前に妻を亡くしたアメリカ人画家ウィル・ヒコック・ローと結婚した。ローと娘とアメリカに戻りニューヨーク州のブロンクビルに住んだ。初期の代表作サラ・ハロウェルの肖像はカロリス・デュランから影響を受けた伝統的なスタイルの人物画であるがジベルニーで活動した時代の作品はそこに集まっていた画家たちと同じように印象派のスタイルの作品を描いた。 ウィルヒコック,クローと結婚した後の作品は再び伝統的なスタイルに回帰したとされる。ありがとうございます。